ホンダ CX、CX、CX は、かつてホンダ技研工業が製造販売していたオートバイのシリーズ商標である。1977年に発表された、水冷4ストローク V 型2気筒4バルブオフ、エンジン搭載モデルは、日本国内仕様がウイングのペットネームを付帯して、GL の商標で販売されたが、海外向け仕様は1974年から輸出されていた。 排気量 999cc の水平対向4、気筒エンジンを搭載するモデルが、ゴールドウィング GL1000 の社名を使用していたことから一部を除き、CX がシリーズ商標として使わされ、後に日本国内使用者も1982年以降のモデルチェンジで統合された。搭載されるエンジンは当初排気量496、 cc のみであったが、後に 396cc 仕様の CX、エウロ、カスタムが加わり、1983年モデルからは 673cc にスープアップされたほか、ターボチャージャー付けも追加されたため以下に示す5種類がラインナップされた。本港では、日本国内仕様と海外向け輸出仕様に分けて解説を行う。ホンダ GL モデル一覧も、 参照のこと。形式名 NC061982 年3月30日発表。同年4月1日発売。ロードスポーツタイプとなるウィング GL400 からのフルモデルチェンジ車。後述する CX500 ターボ CX650 ターボを反映した CX500E と同様に20リットル燃料タンクや角型に変更されたハロンゲンヘッドランプのほか、 ハーフタイプのフェアリングを装備するが、放置上はメータイザーである。また、足回りでは、以下の変更が実施された。形式名 NC10、1983年2月28日、発表、同年3月1日発売。アメリカンタイプとなる、ウィングカスタム、GL400 カスタムからのフルモデルチェンジ車である。装備品などは後述する CX650。 カスタムに準ずる仕様で、ウィングカスタムからの変更点を一下に示す。日本国内使用ウィング GL500 に該当するモデル。詳細は、ホンダ GLGL400.500 を参照のこと。日本国内使用ウィング GL500 カスタムに該当するモデル。詳細は、ホンダ GLGL400 カスタム500カスタムを参照のこと。 日本国内使用 CX エウロの輸出仕様に該当するモデル。1982年モデルが500、1983年モデルが650で後述するターボ搭載モデルと一部パーツを共有する。イギリスを含むヨーロッパ並びにオーストラリアのほか、北米市場ではカナダのみへ輸出販売された。日本国内使用 CX カスタムの輸出仕様に 該当するモデル、1983年モデルのみが輸出販売された。北米向け輸出使用者の内前面大型フェアリングやサイドパニアケースを標準装備するモデルは例外的にゴールドウィングシリーズの姉妹車と設定されシルバーウィングのペットネームを持ち GL の印で販売された。1981年1982年モデルが500。 1983年モデルが650である。このうち後者が日本市場向けに若干の回収を行い RC16 型ウィング、インターステイツ、GL700 インターステイツとして例例大限定で販売された。本シリーズが搭載する水冷4ストローク V 型に、気筒4バルブオフエンジンに、石川島ハリマ重工業、現、 IHI が開発した1981年、当時で世界最小量産型ターボチャージャーを日本のオートバイメーカーで初めて装着したモデルである。当初は低燃費化を目的に日本国内での形式認可取得も運輸省、現国土交通省へ申請したが、パワーアップばかりが注目されたため却下され、北米地区並びに西ドイツ、現 ドイツ連邦共和国向け輸出専用モデルとして1982年モデルが排気量 498cc の CX500 ターボ形式名 PC031983 年モデルが排気量 673cc の CX650 ターボ形式名 RC16 として総数1777台が製造販売された 出力の大幅アップに対応して5速、マニュアルトランスミッションクラッチなどを強化したほか、正確な燃料供給や下級圧制御の観点から、燃料供給は、電子式燃料噴射装置、PGM5、を同社の二輪車して、初めて搭載。フロントサスペンションにブレーキトルク、応答型アンチダイブ機構、トラックを装備し、ブレーキも前ダブル、5シングルのディスクブレーキとされた。 また外見上の特徴として、全面大型カウルのほか、サイレンサーにターボのデカールを装着する。軽機類は本シリーズ他社と一線を隠すもので、速度、回転、水温、燃料のアナログ4ハルメーターのほか、デジタル表示の時計、ピクトグラム表示のブースト計、残5リットルで点灯する燃料残量警告灯、燃料車装置常時警告灯を装備する。 最大下級圧は 1.4kgm、mm、2、ミリメートルとされ、スペックは500が、最高出力 82PS、8000rpm、最大トルク 8.1kgm、5000rpm、650が、最高出力 100PS、8000rpm、最大トルク 10.5kgm、5000rpm。ただし500の下級開始点が4500。 RPM でそれ以下の回転では、自然吸気エンジンと同等のトルクであるため650では、さらに低回転から下級を開始するように改善された、ほか、以下の相違点がある。また、CX650 ターボでは、ドイツ向け使用者と北米地区向け使用者では、後期の違いなどから、以下の相違がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。